お疲れ様です。ちょっとエリさん、僕の話を聞いてほしいんですけど。なんでございましょう。あのさ、生まれや育ちによってその人の人格が変わるってことがある話なんですけど。ほうほうほう。カードショップって、うん、君たちが子供の頃なかった？なんかその売ってる？そのシングルカード売ってるお店とかはありましたけど、今みたいにデュエルスペースがあってみたいな感じはないよね。なかったかなと思います。今で言う。そのカード専門店っていうものは20年前はなかったんだよ。はい、なかったですね。だって、デュエマも20年、遊戯王は25年だか分かんないけど、出たばっかりでさ、その専門店ってのはあんまりなかったんですよ。なかったですね。で、現在は割とその生まれながらのカードショップってのが割とあるんですけど、はい、そうじゃないところも結構多い。わかる？うちみたいに元古本屋のカードショップ、うん、ああ、なるほどなるほど。元何々のカードショップ、つまり生粋の生まれながらのカードショップじゃないお店って結構あるじゃないですか。そうですね。あのまあ手目だしブックオフとか、ブックオフさんも古本屋で、ね、そうですよね。もともとそういったものからカードを取り扱い始めましたみたいな感じですかね。で、大きく分けて3つあるんですよ。3つ。1つはうちみたいな古本屋系、はい。もう1つがゲーム屋さん系。ああ、はい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 、昔はファミコンショップとかいう感じのさ、ゲームソフトをメインで扱ってるお店が、うんうん、サブでカードを扱ってたのが増えてた。はいはい。で、もう一つが、あ、桃太郎。そう、代表的なのは桃太郎。ゲオとかもそんな感じですよね。ゲオ、ツタヤもそうですね。そうですよね。もう一つが、おもちゃ屋さん系。ああ、はいはい。それが、まあ、おもちゃ専門店っていうと、まあ、今はあんまないかな。ハローマックとかさ。ああ、ありましたね、ハローマック。まあ、トイザラスは結局カードはメインになんなかったけど、うんうん、あとは代表的なのは、西葛西のあの、ピットインさんだよね。ああ、はいはいはい。うん。まあ、その3種類が多いかなと思ってるんですけども、はい、これ結構、特色があるんですよ、今でも。ほう。やっぱり昔そうだったからって言って、今はもうみんなどこのカードショップも同じだろうと思ったら大間違い。というと何が一番違うと思う？なんだろう。これはね、商品に対するね、扱いというか感覚が全然違うんですよ。陳列の仕方とか値段の付け方とか、そういうことだ。値段の方が近いかな。値段の方が近い、なんだろう。答えを申し上げるとですね、はい、端的に言って、はい、古本屋上がりのカードショップは買い取りが安いです。ほう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 。これはうちが安いってバラしてるようなもんなんですけど、まあ、うん。一番高く買ってるのはおそらくだよ、はいはい、ゲームショップ上がりのカードショップです。なるほど。なんででしょう。なんででしょう。もともと扱ってる商品がですね、単価が安いとかってことですか。もともと取り扱ってたとかっていう、単価が高いというよりも販売価格に対して買取金額を多めにつける習慣がゲームショップの方が多いんです。ああ、確かに確かに。5000円の例えば、まあ、今はもうそんなのあんまないけどさ、当時はゲームソフト全盛期の時、新発売のドラクエ5000円定価のソフトがバンと出ましたら、はい、その日のうちに4500円で買い取りますとかさ。ああ、はいはい、あったの覚えてる？そういうありますね、大人気とかだと。まあ、昔は CD とかも高く買ってたけどね、うんうんうん、そういう風に出たばっかりのものを高く買って、それにちょっと乗せて売るみたいな、そういうのがスタイルだったね、はいはいはい、ゲームショップって、うんうんうん、なんでそんなことをしたかっていうと、ゲームショップって新発売のゲームって結構当たり外れがあって、暴落が激しいんすよ。あー、わかります？なんか、まあ、いわゆる外れゲーとか言われる。直近で言うと、例えばその、ジョジョですね。ジョジョですね。そうそうそう、ジョジョですね。ジョジョのオールスターとかさ、5000円で出たソフトがもう毎日のように1000円ずつこう下がってってさ、はいはい。もう新発売1週間後には半額以下で売られてるとかあるじゃないですか。僕も心当たりのあるゲームがありますね。そういう滑る結構確率が高いこと、あ、まあ、うん、滑った場合の痛手が大きいんですよ、新品って。はいはいはい。新品を扱ってるところって。だから、うんうん、価格に対して非常に敏感。はい。いいものを高く買って、早いうちに売るみたいなスタイルが結構もう染みついてるんですよね。なるほど。ゲームショップ上がり。対して古本屋は、僕ら古本屋ってのはどういう考え方かっていうと、はい。10円で買ったものを100円で売ろう。はいはい、ブックオフですよね。そうですね。100円コーナーで売れればいいじゃん。うんうん、だから、10円でも何でもいいから全部買い取っちゃえよ。っていうスタンス。うんうんうん、で、しかも、10円で買ったものが、どんなに劣化しようが10円以下になっても、まあ知れてる。なんていうの？
その価格の下落に対して、まあ鈍感というか長い目で見てるんだよね。はあ。いやいや、まあ本っていうのは出版されたということはある程度のニーズがあったから出版された本なんですよね。そうですね。だからまあ値段が下がろうが何しようが、まあ10年も経っちゃ売れるでしょう。うんうんうん。でどっかで思ってる節があるんですよ。なるほど。なんせ買い取り10円だとするとね。はいはいはい。でそもそも全部売り切ろうとしてないの。ほう。古本屋の概念で10円で100冊買ったものを100円で売るんだから半分は捨てていいよ。まあ、一冊でも。だって、利益率9割取ろうと思ってる。そうですよね。うん。だそういう感じで、ただその、どんどん買って、どんどん出す。で、半分は捨てる。で、棚をどんどん入れ替えるみたいなね。うんうんうん。そういう考え方でもともとやっているところがあるんで、あんまり、敏感に値段を変えて、その高くっていうのは、もしかしたら鈍いのかもしれない。ああ。うん。でもちろんそれは現代は もちろん違うよ、うんうんうん、うちみたいな古本屋、うちよその古本屋上がりのところもちゃんとしてるところもいっぱいあるし、うんうん、全部がそうだという話じゃなくて傾向としてそういうことがあるって話ね。ほー、うん、そういうの感じたことあるかなと思って。どうかな、まあ基本的に僕らこの店で、まあうちの店がね、うん、いるから、まあ、経理は多いけど、まあその買い取り出したりとかいろんな店舗に行くこともまあありますしね、うん、だから、うん、全部がそうじゃない。またほら、うちは違うぞとか、そんなことあるわけないぞ、いろいろ言われそうだけど。まあでもやっぱ店によってその買い取り金額が違ったりとか、うん、それこそ同じ系列店、例えばブックオフとかもそうですし、何々店ではこう、ここまでの買い取りだけど、全然違う、何店によってはこうなったりとか、まあその担当者とかの考え方にもよって変わると思うので。変わるんだけども、うん、その根底に流れる、もともと野菜を扱ってたんだとか、もともと何を扱ってたんだっていうことが、そうですね、影響することがあるよと。自分が仕事してきて、うん、培ってきた価値観とか、あるの、そういったところでちょっと変わる部分はやっぱあると思いますよ。そういう匂いをどこかでみんな感じることがあるかなっていう話をしたかったんですけど。なるほど。そう。どうなんですかね。例えばね、ホームセンターとかっていっぱいあるじゃん今。はい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 。あれもさ、ホームセンターって形になるまでに、もともとは金物屋さんだったところと、もともとは材木屋さんだったところと。ああ、そうですよね。ありますよね。あるんだよね。でそれが。だから今あの形でホームセンターやってるけど、いやここはもともと材木屋だから、その業者向けのこういう材木が強いんだとか、そういうのあるんだよ、やっぱり。ありますね。じゃあそういうふうに、カードショップっていう業態は、うん、まあ言ってもここ10年ぐらいじゃん。そうですね。うん。だから、もともとは何なんだっていう、そういう匂いがすることもあるんだよっていう。うんうん、だから、いいね、わかるぜって言ってほしいだけ。それがどうだって話じゃない。まあ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 。はい。まあでもやっぱその取り扱ってたもの、うん、まあ、それこそさっき店長が言ってくれた本とかゲームとかおもちゃとかもそうですけど、うん、場所によってほらもともと遊戯王メインでやってたけどデーマを新しく取り扱いましたとかってもまたちょっと変わってくると思いますし、まあここで言うとね、ほら最近店長がうちでもちゃんと取り扱ってくれたデジモンカードとか、うん、それはまた消えてったカードゲームの話やめろ、まだ消えてない消えてない消えてない、そこまだやってないのか、それ今度話そう、いろいろたくさん扱ったよねうちもね、うん、そうだね、まあまあまあそれはまた別の話で今度ゆっくりしましょう。はい、はい、まあでもね、まあ、その価値観によって変わるっていうところね、そうそうそう、だからまあ素性というか、うん、そういうのがあるんだよっていうことでした。はい、まあまたじゃあお疲れ様です。はい、お疲れです、うん。